今回ラウンド1南砂店に来てみました。ジャズマン、ジャズピアニストがドラムマニアで何を叩くのか。マイスティックですね。まさかここでマイスティックを持ち出すとは思ってなかったです。ドラムに体をなじませております。さあ果たしてゲーセンで何を選曲するのでしょうか。ガンジーみたいなジャケの曲を選曲しました。カメラの場所が最悪っすね。お前の背中しか見れねえよっつーの。本業ジャズピアニストの選曲はまさかのまさかのまさかのジャズだった。さすがですね。やはりここでもジャズをぶっ込んできました。割と動きがスムーズですよね。実はこれには理由がありまして、浪人期間中にゲーセンでドラムマニアをやったんですよ。そしたら可愛い女の子がギターフリークスというギターのゲームがあるんですけれども、そこになんかお金を入れていきなりセッションになったんですよ。でね、僕ちょっとシャイなんで、今もシャイなんですけれども、こう話しかけれなかったんですね。これなんかお互い話さないけどちょっとお互い意識してるみたいな、ちょっと目が合って照れちゃうみたいな、そんな感じのセッションが行われまして、結局僕はその日可愛い女の子に話しかけれないままゲーセンを後にしたんですけれども、でもその子のシルエットや顔が脳裏に焼き付いてるわけですよ。また会えるかもしれない、もう一度会えるチャンスが欲しいって何度もゲーセンに通ってみました。何度もゲーセンに通ったんですけれども、その女の子がまた姿を現すことはなかったです。小麦色の肌と青いワンピースを僕の記憶の中にだけ残して、で気づいたらちょっとドラムマニアが上手くなったんですよ。ちなみに僕はこのゲームはちょっとドラムに近いんじゃないのかなって勝手に思ってます。そういうことをこの背中が語ってるわけですね。ヨアラ研究所所長石原健太によるひと夏のセッションでした。実はです、今思えばその女の子はジャズマンだったんじゃないのかなって思ってるんですよね。あ、そろそろ曲終わりですね。ここがね最後のフィールなんですね。さあいけるか所長、頑張れ、ちょっと死にそうだ。あと少し、決まったー。ちょっとみんなの知ってる曲をやってみようと思い、さっきもそのステージチューンを叩いてみます。エキスパートモードという一番難しいモードでチャレンジします。この曲についてはほぼほぼ初見なので、ちょっと演奏が荒くなってしまって申し訳ございません。カメラアングルはこっちの方がいいですね。何叩いてるかよくわかります。ちょっとまた僕の話になるんですけれども、僕アメリカにね行ったんですけども、1回だけ日本に帰ってきたことがあったんですね、3ヶ月間で。その時に僕は地デジ調査のバイトをやったんですけれども、そこでちょっと仲良くなった女の子がいまして、僕が23くらいの時ですね。でゲーセンに行こうって話になったんですよ。で私の友達ですごい上手い人がいるから連れてきていいって言われたんですね。で僕はいいよって言って、でゲーセンでその人と3人で遊んだんですけれども、でその人がめちゃ上手いんですよ。ドラムかっこゲーム、ギターかっこゲーム、両方ピカイチっていう。そこでセッションするっていう話になったんですけれども、曲選んでいいよって言われたんで選びましたよね。もちろんジャズを。ジャズセッションっていうのは決してジャズバーだけで行われてるわけではなく、ゲーセンでも行われている。後々その子にその人が僕のことを何て言ってたか聞いたんですけれども、まあ評価としてはですね、石原はゲームを理解しているという評価をいただきました。ヨアラ研究所所長石原健太による短編ストーリー夏のセッション第2章でした。こっちも実話です。そのお話をしていたらこの曲もねそろそろ佳境を迎えてまいりました。ちなみになんか今ドラムマニアって今言わずギタドラっていうみたいですね。お、いい感じだ。だいぶ譜面が体に入ってきますね。ちなみに夜原研究所長石原夏のセッション前半は浪人期間中に行われたんですけれども、だいぶ安定してきましたね。かなりグルーヴ感が出ている。ごめんなさい、話を戻しますと浪人は失敗しました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。夜原研究所でした。